イー・ライ・マニング、イライ・シャネルソン・マニング、エリ・シャネルソン、エリ・マニング4、1981年1月3日イは、アメリカ合衆国のプロフットボール選手、NFL ニューヨークジャイアンツに所属している。ポジションは、クォーターバック、q b 第42回、第46回スーパーボール MVP。ルイジアナ州ニューオリンズ出身で、フットボール一家の三男。 父親は、ニューオーリンズ・セインツで活躍したアーチー・マニング。兄のペイトン・マニングは、NFL 史上最多5度のリーグ MVP や、レギュラーシーズン23タッチダウン記録などを保持している、元現場ブロンコスのナキュビー、長形のクーパー・マニングも、大学まで、ワイドレシーバーとして活躍したが、脊髄損傷のためプロを断念した。父と同じミシシッピ大学に進学、兄二人は、 テネシー大学に進学し、3年次までは目立った活躍を見せられなかったものの、4年生のシーズンに戦力的に恵まれないチームをボールゲームに勝利るまでに牽引し、よくドラフトで全体1位の評価を受けた。2004年の NFL ドラフト全体1位でサンディエゴチャージャーズに指名されたが、当時弱小チームであったチャージャーズでプレーすることを拒否。この結果、1時間後には、 フィリップリバースとその年のドラフト三巡、翌年のドラフト一巡、五巡指名権という条件で、ジャイアンツにトレードされた。この一連の騒動におけるマニングの振る舞いは、ドラフト制度やサラリーキャップ制度を設けることで、チーム戦力の均衡化を図り、リーグ全体の繁栄を目指すという NFL の秩序を乱すわがままな行として、メディアから大きな批判を受けた。なお、 同様の事例として、1983年のドラフト全体1位指名をボルチモアコルツから受けたジョン・エルアへも入団を拒否し、トレードによりデンバーブロンコスに入団している。同年のシーズン途中からカートワーナーに代わり、先発 QBE を務めたが、なかなか勝利を上げることはできず、最終週にようやく先発初勝利を上げた。2005年シーズン、チームは、 地区優勝し、プレーオフに進出した。マニング自身も第4級に、驚異的とも言える粘り強さを何度も見せ、デンバーブロンコスとの試合では残り数秒からの逆転劇を演出すなど、成長の後を伺わせたが、シーズン後半に調子を崩し、プレーオフ初戦でカロライナパンサーズに敗れ去った。2006年シーズン、9月10日の開幕戦で、 ベートン・マニングのインディアナポリス・コルツと対戦。NFL 史上初めて兄弟が先発 QB として対戦した。マニングボールと命されたゲームは最終盤に試合を決定づけるインターセプトを与えてしまいチームは21から26で敗れた。チームはワイルドカードでプレイオフ出場を果たすも初戦でフィラデルフィア・イーグルスに敗退した。2007年シーズン。 チームは連敗でスタートし、マニングも序盤の出来は散々だった。しかし徐々にチーム成績は向上しマニングも成長を見せた。最終週にそれまでシーズン無敗のニューイングランドペートリオッツに敗れたが、チームは NFC 第5シードでプレーオフに進出、下馬評を覆しジェフ・ガルシア、トニー・ロモ、ブレッド・ファーブといったプロボール q b が率いる競合を、 全ての試合において、相手 QB をパッサーレーティングで上回る活躍を見せて次々と敵地で撃破した。第42回スーパーボールでは、シーズン部敗で1972年のマイアミドルフィンズ以来となるパーフェクトシーズンを狙うペトリオッツと再戦した。この試合で10から14と4点リードされた残り2分42秒で、最後のドライブに臨んだ。 自陣44ヤードまで前進した第3ダウン5ヤード、残り時間1分15秒でのプレーで彼は、サックされそうになったが、デビ、タイリーへの32ヤードのパスを通し、敵陣24ヤードまでボールを前進させた、ヘルメットキャッチ。4プレー後残り時間35秒に、プラキシコ・バレスへの TD パスを決めて17から 14? で、ジャイアンツは利子にタッチダウンを上げた。 彼が MVP に選ばれた。スーパーボールの第4球に2つの TD パスを成功させたのは、ロジャー・ストーバック第13回、ケン・アンダーソン第16回、ジョー・モンタナ第23回、ジム・ケリー第26回、ジェイク・デローム第38回に次いで、史上6人目のことであった逆転 TD パスを決めたのは、モンタナに次いで2人目。 前年のアニペートンに続き、兄弟 QB が2年連続でスーパーボール制覇と MVP 受賞を達成するのは NFL 史上初である。2008年メンズボールの9月号の表紙を飾った。このシーズンはスーパーボール制覇の活躍がフロックであったかどうか、進化が問われた。お互いいっぱい同士で迎えた10月26日のピッツバーグスティーラーズ戦では残り3分07秒に、 ケビン・ボスへの TD を決めて21から14で勝利した。自己最高の QB レーティング86.4を残しチームは地区優勝を果たした。しかしプレイオフのイングルス戦では敵陣20ヤード以内に5回も攻め込んだが一度もタッチダウンを奪うことができずに敗れた。この年プロボールに初めて選ばれた。2009年5月、かつてジェッツのベテラン QB チャド・ペニントンのサポートを 受けていたことを明かし、地元メディア、ファンによるプレッシャーの厳しい大都市ニューヨークのジェッツに、入団し、マーク・サンチェスをサポートしていく考えを示した。8月、ジャイアンツと6年総額9700万ドルで、契約延長。平均年俸は、NFL 史上最高の、約1530万ドルとなった。10月25日のアリゾナ・カージナルス戦では3、 INT を喫し17から24で敗れた。2010年、インディアナポリスコルツと4年ぶりに対戦し2度目のマニングボールとなったが14対38で敗れた。この年、25INT を喫しチームもプレーオフを逃した。2011年、エリート発言に対するバッシングを受けた。第3週のフィラデルフィアイーグルス戦でパス254ヤード、4td。 INT なしの活躍を見せて29から16と勝利した。第9週には残り15秒で、ジェイク・バラードへの1ヤードの TD パスで24から20と勝利、ベートリオッツのレギュラーシーズンホームゲーム連勝記録を止めるなど6勝2敗のースタートを切った。しかしその後第10週から第13週にかけて4、連敗し、6勝6敗となった。 第10週のサンフランシスコフォーナイナーズ戦では、パス40回中26回成功、311ヤードで 2TD を上げたもののに INT を喫し20から27で敗れた。第11週のフィラデルフィアイーグルス戦では、パス35回中18回成功、264ヤード、1INT、1ファンブルロストに終わりチームは10から17で敗れた。 第12週のニューオーリンズ・セインツ戦では、パス47回中33回成功、406ヤード、2td、1int の成績を挙げたが、守備陣が577ヤードを喪失し24から49と敗れた。第13週には、開幕から11連勝中のグリーンベイ・パッカーズを、相手に347ヤード、3td、1int と、 活躍、35から38投縮も敗れた。第14週のダラスカウボーイズ戦でマニングは400ヤード、に t d を上げて37から34と勝利した。第15週のワシントンレッドスキンズ戦では3、インターセプトを喫し、チームも10から23で敗れた。第16週のニューヨークジェッツ戦では、ビクター・クルーズへの99ヤードの td パスを決めた、ものの、 パス27回中わずか9回成功に終わった。第17週、勝利した方が、地区優勝、プレイオフ進出という試合で、同地区ライバルである、ダラスカウボーイズ相手に、パス346ヤード、パス成功率72.7%、3td を上げて31から14での勝利に、貢献、3年ぶりにプレイオフ出場を果たした。レギュラーシーズン、マニングは、 自己最高の4933ヤードを投げた。プレイオフでは、初戦のアトランタ・ファルコンズ戦で、パス277ヤード、3td を上げ、ディフェンスの活躍もあり24から2と圧勝した。シーズン15勝1敗の成績を残した、NFC 第一シードのグリーンベイ・パッカーズとの、リビジョナルプレイオフでは、パス330ヤード、3td を上げて勝利した。 サンフランシスコ4ナイナーズとの NFC チャンピオンシップゲームではパス58回中32回成功316ヤード 2td で23から20と勝利に貢献した第46回スーパーボールにおいて第4球残り3分46秒自陣12ヤードからのドライブでマリオ・マニンガムへの38ヤードのパスなどで88ヤードの TD ドライブを成功させて21から17で逆転勝利した。この試合でマニングはパス40回中30回を成功、史上5人目となる2度目のスーパーボール MVP を獲得し、自分はブレーディと同格とする発言の一端を証明してみせた。フィラデルフィア・イーグルスとのシーズン最終戦で自己ベストの 5TD パスを投げた。この年3948ヤード。 26td15int の成績を残した。チームはプレーオフを逃した。チームは開幕から6連敗を喫した。これは1976年以来のことであった。マニングも最初の5試合で 12int を喫した。第3週にはアニペートンのデンバーブロンコスとの試合でパス39回中28回成功32ヤードを獲得したが、 4インターセプトを起死した。第15週のシアトルシーホークス戦では5インターセプトを起死し、チームは0から23と完封負けした。この年次コワーストとなる27インターセプトを起死した。チームは7勝9敗で、マニングが新人の2004年以来となる負け越しに終わった。この年、フィルシュムズが持っていた通算パス獲得ヤードのフランチャイズ記録を更新した。 開幕から2連敗した後、チームは3連勝したが、その後7連敗を喫した。この間、サンフランシスコフォーティナイナーズ戦では、自己アーストタイの5インターセプトを喫した。最後の4試合中3勝を挙げた。この年4410ヤードを投げて、30TD、14INT の成績を残した。開幕直前、4年間8400万ドルで、契約を延長した。 第8週のニューオーリンズ・セインツ戦で自己ベストの 6TD パスを投げたが、相手 QB、ドリュー・ブリーズが 7TD パスを成功、49から52で敗れた。チームをスーパーボール制覇の2011年以来のプレーオフにワイルドカードとして導いたが、初戦でグリーンベイ・パッカーズに敗れた。チームは苦しんで13週ではベンチスタートとなり、 連続先発出場記録は210試合をもって途絶えた。ヘッドコーチ交代後に先発復帰したが、チームは畜細会となった。世界一メディアが厳しいとされるニューヨークという大都市で、先発クォーターバックという花形ポジションを務め、現役でありながら、伝説級の選手であるペイトンマニングと常に比較されるとい,い大変なプレッシャーの下に置かれているが、当人は、 これといって意に返しておらず、よく言えば、楽天的で気遅れしない性格。物静かで声を荒らげることは、ほとんどない。そうしたフィールド内外での振る舞いからよく、クールアズアイス、冷静な、カーム、落ち着いた、と形容されるマニングだが、ある試合の終盤、デビッド・タイリーが本来走るべき、パスルートを違え、あわやインターセプトを起死しそうになった際には、年齢も、 在籍年数も先輩に当たる彼を激光して叱り散らす場面もあったその直後のダウンに飛び出したプレーが苦談のであるジャイアンツ入団後のマニングはインターセプトの多さ等もあり周囲を納得させる結果を残せなかった何人かの評論家解説者はパスのスピンが頻繁に乱れることを指摘し彼がナキュビーとなる資質持たないと評価した 2005年シーズンのプロボールファン投票では NFCQB 部門の1位になったが、コーチ、選手票が集まらなかったことから選出されなかった。2006年シーズンにはプレーオフに進出しながらも QB に要求されるリーダーシップに欠けるとして、地元ニューヨークのメディアからも必要に非難され続けた。2007年シーズンもシーズン終盤までは例年と変わることがなかったが、 レギュラーシーズン最終戦からプレーオフにかけて期待された以上の活躍を見せてスーパーボウルも制覇した。このことによって入団時のトレードは失敗だったとの批判に対して実績を示した。NFL においてはスーパーボウルでの勝利こそが市上であるという見方からスーパーボウル庫は賞賛の対象にもなっている。このスーパーボールや第46回スーパーボール プロ初勝利等をはじめとして、逆転劇、フォースクォーターカムバックが多いことで知られ、プレイオフを含む、キャリア通算勝利数における逆転勝利の比率、ミスターカムバック、ミラクルと呼ばれたエルウェイや、同じく逆転勝利の多いペートンマニングを、上回っている。また、2011年シーズンには、第4クォーターに15本のタッチダウンパス決め、NFL 新記録を樹立した。 アニペイトンと同様にプレイクロック一杯までオーディブルコールを多用するが、しばしばパスプレイに偏るアニと異なり、劣勢の展開時も乱攻撃を捨てない、積極性がある。完全に空いていないターゲットであっても通す自信があれば迷わず、投げ込む、勝負師の一面を持ち、それが前述のタイリーのようなミラクルキャッチを誘発することもあれば失敗。 ターンオーバーに割り試合を壊すこともある。こうしたスタイルによる安定感の欠如は何かにつけて批判の的となるが、一方で対戦相手としての当事者であるトム・ブレーディなどからマニングの勝負強さを認める声少なくない。決して瞬足とは言えない部類に入り、自らボールを運んでヤードチェーンを進める機会はあまりない。 が、ディフェンスのプレッシャーがかかった時や割合の高いランに見せかけたプレイヤー苦から、利き腕側へのロールアウト、ポケットの外に飛び出し、サイドラインに向かって走りながら投げるパスプレーを、よく実行すると、動けない、鈍重なクォーターバックではない。また、近年では少なくなりつつある純粋な、ポケットパサーとして、カップ内のステップワークや視野範囲に優れ、プレッシャーを察知して、 クォーターバックサックを避ける技能が高い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。